ミシェル・イダルゴは、フランス出身の元同国代表サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。父は、スペイン人の夜勤労働者で、母は、パリ地域の出身。一卵性創生児の兄弟、セルジュがいる。一家は、ノルマンディ夜勤会社の航路近くにあり、カーンの郊外にある労働者の町モンドビルに移り住んだ。 イダルゴは、ノルマンディで育ち、地元のサッカークラブでサッカーを学んだ。ルアーブル AC で、選手経歴を開始し、2年後に、スタッドランス移籍した。ランスでは、FW のレーモン・コパや DF のロベール・ジョンケ・ラと共に、中心選手として活躍し、2度のリーグ優勝と、2度の、クープ・ドフランス優勝。 1956年の UEFA チャンピオンズカップ準優勝に貢献。チャンピオンズカップ決勝のレアルマドリード戦では3から4で敗れたものの1得点を決める活躍を見せた。引退後は指導者の道へ進み、フランスサッカー協会の指導スタッフを務めた。1976年3月27日にシュテファン・コバチの後任として、 フランス代表の監督に就任した。イダルゴはフランスらしいテクニックを重視したサッカーを評判し、ミシェル・プラティニを筆頭に若く才能ある選手たちを積極的に起用した。1978年の FIFA フフワールドカップアルゼンチン大会出場に導くと、1982年の FIFA フフワールドカップスペイン大会では4位。 地元開催となった1984年の UEFA 欧州選手権では、プラティニを中心としたサッカーで同国を初優勝に導いた。フランス代表監督として、1976年から1984年の間に75試合の指揮を取り41勝を16分18敗、139得点72失点の成績を残した。 欧州選手権を最後に監督を優退し、フランス代表のテクニカルディレクターを務めていたが、1986年からはオリンピックマルセイユのゼネラルマネージャー。1991年からは解説者として活躍した。2004年にコンゴ代表監督として現場への復帰を果たした。2020年3月26日、87歳で死去。 ミヒエル・イダルゴ、フットボール・イエム・ブルー、エディションズ・ラムジー、アブリル1982、171P チール、ヘンリー、レッセレブ・デコン、コンデ・シュール・のイ・レアウ。メートル・ジャック、2240P、P114、フランス代表・イダルゴ元監督が、死去84年欧州王者。日刊スポーツ。2020年3月27日閲覧。 ありがとうございます。